どうも、フクロウです。皆さん今日も iPad でクリエイトしてますか？先日ですね、 YouTube でライブ配信を行いまして、その際はたくさん遊びに来ていただいてありがとうございます。で、そこでですね、いろんなことを話しながら、やっぱり iPad 系への質問がたくさんあったので、その質問をもらってコメントで答えるみたいなことを知ったんですけども、そこでやっぱりですね、多かった質問というか、すごく悩んでる方がいらっしゃったのが、iPad Pro を買うことが決まったけども、サイズ選び、12.9 インチの iPad Pro か、11インチの iPad Pro か、どっちを買おうか迷ってますという方がいらっしゃったんですね。で、僕は今までですね、iPad の選び方みたいな動画も出してるんですけども、今日はちょっとその、12.9 インチの iPad Pro か、11インチ iPad Pro っていう、この iPad Pro 同士のサイズで、どう選べばいいかっていう話をちょっとしたいなというふうに思ってます。というのもですね、僕は今まで 10.5 インチの、ちっちゃい方の iPad Pro を2回、で、12.9 インチの iPad Pro も2回っていうふうに、iPad Pro だけで4回買ってるんですよ。で、結構ですね、10.5 いって、12.9 いって、また10.5いってみたいな感じで、僕も結構今までサイズで右往左往してきたんですね。なので今日は、4回 iPad Pro 買い替えた僕が、その 12.9 か11インチどっち選べばいいかっていう話を、ちょっと2つを比較しながらお話してみようかなというふうに思います。極端に言えば、持ち運びたいなら11インチで、作業効率化したいなら 12.9 インチだよっていうふうに、一般的に言われてるんですけども、とはいえですね、12.9 インチ買ったからって言って絶対ずっと家で使うかって言ったら、やっぱり持ち出したい時もあると思うし、11インチの iPad Pro 買ったからといって、作業効率は犠牲してくださいっていうのも、ちょっと酷だと思うので、ほとんどの人ってその、持ち出したいっていうのと、作業効率的に行いたいっていうところの、中間というか、グラデーションがたくさんあると思うんですよね。そのグラデーションの中で自分は、ちょっと 12.9 インチ寄りなのかなとか、11インチ寄りなのかなってところを判断しながら、どっち買うか迷ってると思うので、今日はそのグラデーションみたいなところを皆さんが考えるきっかけになればいいなっていうふうに思って動画を撮ってます。はい。というわけでですね、ちょっと長くなるかもしれないんですけども、12.9 と11インチ徹底比較して、どっちを選ぶか悩んでる方の参考になれば幸いです。それでは早速行ってみましょう。どうぞ。はい、というわけで早速 12.9 インチと11インチどっちを選べばいいかって話をしていきたいと思うんですけども、まずはその 12.9 と11で、どのぐらい違いがあるのか、その2つの違いについて改めておさらいしようかなというふうに思ってます。 12.9 と11インチって違うところは3点だけです。その3点っていうのは、1つがサイズ、大きさですね。大きさが違う。で、2つ目が重さ、重さも違います。で、3つ目が金額、本体の価格も結構違ったりします。そしてサイズ感はですね、だいたいこんな感じで、だいたい縦横3センチずつぐらいの差があります。そして重さはですね、 12.9 インチと11インチでだいたい 160g ぐらいの違いがあります。で、販売価格もだいたい 12.9 インチの方が2万円ぐらい高いっていう風な感じですね。なのでこのサイズ、大きさで縦横3センチで 160g の重さっていうところに2万円の差を感じられるかっていうところが選ぶポイントなのかなっていうふうに思ってます。はい、というわけで 12.9 インチと11インチ iPad Pro の違いが分かったところで、ここからはですね、僕が使って感じた 12.9 インチ iPad Pro と11インチ iPad Pro のメリットデメリットっていうところをお話していこうかなというふうに思います。まずは 12.9 インチ iPad Pro のメリットデメリットから、それがこちらになります。やっぱりですね、メリットとしてはサイズ感が大きいこと、もうこれに尽きるかなというふうに思います。というか、もうそれ以外は重くなるだけで価格も高くなって全然いいことがないので、この3センチ3センチぐらい画面が大きくなるというのが唯一の 12.9 インチ iPad Pro のメリットだと思います。で、僕今 12.9 インチ iPad Pro を使ってるんですけども、ちょっとですね、今 12.9 しか持ってなくて、その 12.9 インチと11インチどれぐらい大きさが違うのかっていうのを比較しようと思って、ちょっとこれを持ってきました。これはですね、iPad 2っていう iPad の2つ目のモデルで、多分2011年とか2012年ぐらいに発売されたやつで、僕未だに持ってるんですけども、これがですね、ほとんど、ほぼほぼ、11インチの iPad Pro と、同じようなサイズ感になってます。で、大きさの比較をしようと思って、この 12.9 インチの iPad Pro とちょっと並べてみようと思います。すると、これぐらいですね。はい、大きさ的にはね、このぐらい違います。やっぱりこう上下、縦と横で、3センチずつぐらいかな。もうこれぐらいの差があります。それぐらい 12.9 インチ iPad Pro がちょこっとだけ大きいっていう風な、そういうサイズ感になってます。で、人によってはですね、この縦横たった3センチで
その2万円払う価値あるんですかっていうふうに質問してくれる方も結構いらっしゃるんですけども、今 12.9 インチの iPad Pro を使ってる僕からすると、この3センチの差はですねかなり大きいんじゃないかと思います。なので 12.9 インチのメリットであるサイズの大きさっていうのはかなり恩恵があるんじゃないかなというふうに思ってます。実際ですね、3センチの違いというとちっちゃく感じるんですけども、 iPad と比較的画面とこう近づいて使うことが多いじゃないですか。なんで大体ですねこのぐらいの距離でこう iPad を使うことがあると思うんですよ。するとやっぱりこう近くなればなるほどこのセンチ、3センチっていうこの存在感がどんどん大きくなってくるので、意外とですね使ってると3センチの存在感、3センチのこう大きさっていうのは大きいんじゃないかなというふうに思います。特にですね iPad でスプリットビューをしたりとか、さらにスプリットビューの上にスライドオーバーのしたりっていう時はこの違いかなり顕著で、やっぱりこの広々と画面を使う時は 12.9 インチのサイズ感、ディスプレイの広さっていうのはすごく作業効率が上がるなというふうに思います。一方で 12.9 インチ iPad Pro のデメリットはね、なんといってもやっぱり重くて大きいことなんですよ。その価格が高いっていうのももちろんあるんですけども、やっぱりですねこいつめちゃめちゃ大きくて重いです。なのでそこは明確に 12.9 インチのちょっと弱いところかなっていうふうに思います。でサイズ感もですね、結構このサイズ感って13インチの MacBook とほとんど同じなんですよ。なので結構大きめのリュックとかカバンじゃないと入らないことがあります。僕もですね昔 12.9 インチの iPad Pro を使ってて、そこから1回 10.5 インチに買い替えた理由が使えるカバンが少なくなっちゃうからっていう理由だったんですよ。普通のねリュックとかだったら入ると思うんですけども、ちょっとやっぱおしゃれなカバンとか、ちょっと遊びに行くときファッション用途で使いたいカバンとかにこいつがですね意外と入らなかったりとか、入ってもすごいこうキュウキュウになっちゃって、ちょっとそういうところが嫌だなと思って一度 12.9 インチ iPad Pro から 10.5 インチに移行した経験もあるので、やっぱりこの大きさっていうのはかなりネックになるかなというふうに思います。であとは重さですね。重さもですね結構重いんですよ。というのも 12.9 インチの iPad Pro ってこの新世代になってから本体はぐっと軽くなったんですよね。ぐっと軽くなったんですけども、このスマートキーボードフォリオ、このフォリオが背面もこうカバーしてくれるようになったんですよ。まあ、この背面まで保護してくれるので安心感は高いんですけども、その分ですねキーボードが重くなりました。なので今これ 12.9 インチの iPad Pro とスマートキーボードフォリオ合わせると、1039g です。 1039g ってもう 1kg 超えちゃうんですよね。そうなってくると絶対比較されるのが12インチの MacBook なんですよ。12インチの MacBook って重さが 920g しかなくてもう 1kg 切ってるんですね。なのでこの 12.9 インチ iPad Pro にスマートキーボードフォリオをつけちゃうと、もう重さも大きさも12インチの MacBook よりも大きく重くなっちゃうんですよね。 Mac と iPad をこう同列に比較するのはちょっと違うと思うんですけども、まあ、ここまでこの 12.9 インチまで選ぶんだったら、もう それってそもそも Mac の選択肢もあるよねっていうのは一つ、やっぱり 12.9 インチ iPad Pro のネックというかデメリットかなというふうに思います。はい、次はですね11インチの iPad Pro のメリットデメリットってところをちょっと比較していこうかなというふうに思います。11インチ iPad Pro のメリットデメリットまとめるとこんな感じになります。でやっぱりメリットはですね、このどこにでも持ち運べる、持ち運びが全く苦にならないようなこうサイズ感と重さですね。これが11インチ iPad Pro の一番のメリットかなというふうに思います。11インチ iPad Pro の大きさって本当にちょうどいいんですよね。なのでいろんなカバンにも収まるし、重さも 468g なので結構ずっと持っててもあんまり疲れないような、そういう風な大きさと重さになります。2つ目にですね、この11インチっていうサイズ感って意外といろんなことに汎用的に使えるんですよ。この僕の持ってる iPad mini とかまでなると、ちょっとやっぱり用途によってはちっちゃくて使いづらいなってことが出てくるんですけども、この11インチって本当にちょうどよくて、そのすごく何かするときに不便なサイズでもないし、かといってこう大きすぎるわけでもなくっていう風に、イラストを描いたりとか動画編集したりとか資料を作ったりとか、結構いろんな用途に80点ぐらいの優等生的に使えるってのがこの11インチっていうサイズ感だと僕は思います。こういうところもですね、やっぱ11インチ iPad Pro のメリットなんじゃないかなというふうに僕は思ってます。そしたらですね、逆にこの11インチ iPad Pro のデメリットとしては、やっぱりこの 12.9 インチの iPad Pro と比べると、特にこうスプリットビューとかスライドオーバーを使うときにちょっと画面が狭いかなって感じるのがこの11インチ iPad Pro のデメリットなんじゃないかなというふうに思います。特にですね、スプリットビューを展開して左右に画面を置いた状態で
さらにスライドオーバーを出すっていう風に、3画面を同時に出すことができるんですけども、そんな時にもう11インチ iPad Pro だと、スライドオーバーしてる方の画面の下のアプリってほとんど見えなくなっちゃうんですよ。ちょっとですね、そのスプリットビューを展開してさらにスライドオーバーを使うっていうのは、11インチの iPad Pro だと、ちょっとあんま現実的じゃないかなっていう風に使ってて感じたことがあります。なので、普通に1画面として使うのは全然問題ないとは思うんですけども、画面を分割していろんな作業を同時にこなしたりとかって時には、ちょっと狭くなってくるのが11インチ iPad Pro の、ネックなところなんじゃないかなというふうに思います。はい、というわけでですね、 12.9 インチ iPad Pro と11インチ iPad Pro、 そもそもどういう違いがあるのかっていうところを整理しつつ、各々のモデルの、いいところ悪いところってのを解説してきました。で、最後にどっち買おうかなって悩んでる方、iPad Pro を買いたいけども12.9 なのか11インチなのかって悩んでる方には、僕は結論としては11インチの iPad Pro を買うのがいいんじゃないかなというふうに思います。これはですね、買った後にどっちの方がより後悔が少ないかっていう基準で考えた時に、やっぱ11インチなんじゃないかなというふうに思うんですね。というのも、この 12.9 インチの iPad Pro、 これね、めちゃめちゃ使いやすくてめっちゃ作業もしやすいんですよ。で、僕はもう 12.9 インチ iPad Pro をすごく愛用してるんですけども、この 12.9 インチ iPad Pro の魅力って、11インチを使ってから、使った人じゃないといまいち分かりづらいと思うんですよね。11インチの iPad Pro でも画面がちっちゃいって感じることってほとんどないので、そうなると11インチを買って、こっちを買って、やっぱり画面の大きさ的に 12.9 インチにすればよかったなっていう後悔ってあんまり起きないんですよ。むしろ今まで11インチ使ってきた人が 12.9 を買い替えた時に、あ、めちゃめちゃ使いやすいっていうのはあるんですけど、こっちしか使ったことない人が、わあ、やっぱ 12.9 だなって思うことは結構少ないので、あんまり11インチを選んで後悔することが少ないんじゃないかなというふうに思うんですね。で、逆に、いきなりこの 12.9 インチ iPad Pro 選んじゃうと、もちろん使いやすさはあるんですけど、なんかこう重いなとか、カバンに入らないぞとか、もうこれだったら Mac の方がいいんじゃないみたいな感じで、結構ですね、後悔しがちなんですよ。後悔するポイントが多いんですよね。なので、もう明確に僕は 12.9 インチ iPad Pro をこういう理由で使いたいって方にはもちろんお勧めするし、僕も使ってるんですけども、どっちしようか迷ってるなっていうぐらいの人だったら、僕は11インチの iPad Pro を先に買ってもいいんじゃないかなっていうふうに思います。はい、というわけでですね、 12.9 インチを選ぶべきか11インチを選ぶべきかっていうお話をちょっと詳しくしてきました。どちらもですね、もう買うとなるとほぼ10万ぐらいの買い物になるので、結構やっぱ慎重になると思うんですよ。なので、今日の僕の意見もこう参考にしながら、やっぱりですね、実際 Apple Store に行くとか、量販店に行って、最後はフィーリングですよね。フィーリングで決めるとか、僕の場合はですね、よく持ち歩いているこのカバンを実際に持ってって、こう入れさせてもらって、その収納的にどうなのかみたいなところをいつも検討しながら、サイズを選んでます。なので皆さんもぜひそういう風な形で一度触ってみてから選ぶと、より効果がないんじゃないかなというふうに思います。ぜひ参考にしてみてください。というわけで本日の動画はここまでです。今日の動画もですね、参考になったなとか、少しでも面白かったなと思った方は動画の高評価とか、またチャンネル登録されてないよって方はですね、これからも iPad の情報をたくさん出していくので、ぜひチャンネル登録していただけるととても嬉しいです。そしてですね、Twitter とか Instagram とか LINE アットもやってます。こちらでですね、動画の更新通知だったりとか、それ以外のこともどんどんつぶやいているので、ぜひこちらもフォローしていただけると嬉しいです。はい、それではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご視聴ありがとうございました。バイバイ。